皆さん、自律神経が乱れてはいませんか？俺の髪の毛はまた乱れている。今日はですね、自律神経が乱れる飲み物ベスト5、ワースト5かな？ 5 をお話ししたいと思います。今日の話の流れは、5位、4位、3位、2位、1位。まあ、普通の流れですね。そして、大切なお話とおまけが最後にあります。それでは早速、行ってみましょう。自律神経が乱れる飲み物、第5位、コーヒー。自律神経が乱れる飲み物、第5位はコーヒーです。コーヒーですね。医者はですね、基本的には 99% 飲みませんね、コーヒーは。コーヒーを飲むとですね、やっぱり脈が乱れちゃったりとかするからですね、ちょっと書いていきましょうか。皆さん、なぜコーヒーが脈を乱してしまうのかご存知ですか？これ、きちんと説明できる方、あんまり多くはないんじゃないかなと思います。ちょっと絵を描いてみます。ちなみにですね、僕の動画はですね、たくさん絵を描きます。絵を見れば見るほど、イメージが湧きやすくなります。イメージが湧けば湧くほどですね、人間の体についてどんどん詳しくなることができると思います。はい。まず、これが人間であることを認めていただいてですね、人間の体はですね、うまく動かしていくためには、本当にいろんなことをしなきゃいけません。何かっていうと、例えば、外を見て、あそこにバケモンがいる、うわ、逃げなきゃ、うわ、とかっていう風になったりとかですね、あと、あそこに可愛い子がいる、よいしょ、とかってこう寄ってったりとかですね、外界の環境から情報を仕入れて、それで人間の体を動かすっていう、このうまくこう反映させるっていうことが必要になります。その仕組み、書いてみたいと思うんですけど、目に、いろんな情報が入ってきます。まあ、これは光だったりとか、そういう情報ですね。この情報が目に入って、網膜に当たって、それが脳にビリ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 という風に行きます。これ脳に行きます。で、この脳に行ったものが今度人間の手足を動かす、まあ、例えば逃げるだとか好きな人に近づくとか、そういうことですね。それはですね、脳からこうやって脊髄を通ってこう手に行ってみたり、こう足に行ってみたり、まあ、こういう風になってるよと。で、この人間の体を動かす神経なんていうか皆さんご存知ですか？はい、そうですね、これ運動神経って言うんですね。ちなみになんですけど、僕の動画ずっと見てくれてる方はご存知かもしれませんが、内臓を動かす神経なんていうかご存知ですか？はい、そうですね、これ自律神経って言うんですね。こうやって内臓あるじゃないですか。例えば肺とか心臓とか腸とか、まあ、こういう風にいろんなね、内臓がこうやってたくさんあるわけですよ。で、この内臓にはですね、脳の奥の方からこうやってビリビリってこう神経が出ててですね、こうやっていう風に言ってるわけですね。こいつが人間の体の中の内臓を自動的に勝手に動くようにしてくれてるんですね。自律神経って言うんですね。これが人間の体の仕組みです。さて、他にもあるんです。神経以外にも人間の体を動かす仕組みがあるんです。はい、もう一つはですね、化学物質が人間の体を動かしてくれてるんですね。化学物質、例えばなんかよく工場からこうやってビヨーンって出てきて、うわーっていうのが化学物質っていう風に思ってる方もいると思いますけど、他にもですね、例えばこれたまたまそこに置いてあったんですけど、ハエ取りのやつですね。この中にもですね、化学物質が大量にカラカラ乾いてるのに一匹も捕まってない、化学物質の塊です。だからそれに誘引物質なので、虫がこうやって寄ってきてピヨってくっついて中に入るよ。まあ、捕まってませんけど。あと他にもですね、例えば なぜかここにピコピコハンマーがあるんですけど、これちょっとなんか変わった匂いするんですよ。このピコピコハンマーの匂いもですね、これ化学物質ですね。そこら中に化学物質があるんですけど、うちらが飲むこのコーヒーですね、このコーヒーの中にもですね、化学物質が大量に含まれています。この化学物質が人間の体って全身血管でつながってるんですけど、この血管でつながっている中を泳いでいって内臓にピタッとくっついて、それで、ね、何か効果を発揮すると。まあ、化学物質ってもう化学なんで、なんか変えるって書いてあるじゃないですか。これもうとにかくいろいろ影響を与えるわけですね。特にコーヒーの中に含まれている化学物質、これは人間の心臓だったりとか腸とかいろんなところに影響を与えます。さて、何ていうかご存知ですか？コーヒーの中のすごく有名な化学物質です。はい、そうですね、カフェインですね。カフェインっていうのが心臓をバクバク言わせたりする仕組みがあったりします。なのでこのコーヒーっていうのはものすごく自律神経に負担を与えるんですね。頑張れ頑張れ頑張れっていう風にやるわけです。時々飲む分にはですね、実は自律神経に負担をかけるので、いい具合のストレスになったりとかしてですね、いい具合の影響を与えてくれたりとかもするんですけど、コーヒー飲みすぎ、カフェイン取りすぎてしまったりすると、これが例えば心臓がバクバク言いすぎてしまって不整脈を起こしてしまったりとかすることもあるよという話になるわけなんです。ちょっとね、話がブワーってなってしまったんですけど、分かりやすくまとめますと、コメント欄でスクショタイムを作ってほしいという方もいましたので、ちょっと復習がてら聞いてもらいながらですね、お話します。人間の体をこうやって動かしたりとか、内臓を動かしたりするのにはいろんな仕組みがあるんですけど、特に重要なのは運動神経だったり自律神経っていうものだったり、神経で電気をビリビリさせて体中をこうやって動かすよっていう仕組みと、もう一つが体の中の血液の中を流れてペトってくっついてそこに影響を与える化学物質の方法と、2パターンあるよというお話をしました。で、この化学物質、特
特にですね、例えばコーヒーの場合にはカフェインっていうのがすごく含まれているので、カフェインという化学物質が人間の体にいろんなところに影響を与えますよというお話です。例えばカフェインは本当に人間の体にいろんなところに影響を与えるんですけど、取りすぎてしまったりすると心臓をたくさんこう動かしすぎちゃったりとかして自律神経に影響を与えてしまいますよ、まあそういう話になります。ちょっとねめちゃくちゃ難しいんですけどね、なるほどなと思っていただいた方はですね、チャンネル登録とか高評価のボタンを押していただいて、今後もね健康情報をどんどん発信していきますので、興味があったものがクリックできるような体制を整えてもらえたら嬉しいなと思います。ちょっとなんか最近体の調子おかしいな、ちょっと自律神経乱れてるなっていう風に感じる方はですね、ちょっとコーヒー飲みすぎてないかチェックしていただければと思います。それでは自律神経に影響を与える飲み物第4位をいってみましょう。自律神経に影響を与える飲み物第4位、お酒。自律神経に影響を与える飲み物第4位はですね、お酒ですね。まあもしかするとお酒飲まないよって方もいるかもしれませんが、なんで体に影響を与えるのか、人間の体の勉強だと思ってちょっと聞いてもらいたいと思います。書いていきましょう。さて皆さん、これまでのお話の中でなぜお酒が自律神経に影響を与えるか説明できますか？やっぱりこの図ですね。お酒の中に含まれるアルコールという物質はどれに含まれますでしょうか？はい、そうですね、化学物質ですね。化学物質も神経もやっぱり人間の体動かしたりとか影響を与えたりするものです。なのでお酒を飲むと、まあ化学物質なので人間の体に影響を与えるよと、で影響を与えたらその分自律神経が頑張んなきゃいけないよ、自律神経に負担がかかってしまうよと、まあそういう話なわけなんです。ここまで聞いて、でもまあ分かったような分かんないようなって思った方多分いると思うんです。もうちょっと詳しく説明しましょう。でもちょっと一気にガーって喋りすぎてちょっとあれですね、カットしてくださいねこれ。スーさん頼みますね。はい、これが人間であることをまず認めていただいてですね、なんでお前俺の方向いてんだよ。人間がですね、何か食べ物とか飲み物を飲むとどうなるかっていう話です。まず人間が何かこう、飲み物とか食べ物とか食べるじゃないですか。そうするとごっくんといくので口の奥通ります。鼻の奥と口の奥はこうやってつながっていて、でよいしょと、で、ここの部分、口の後、ここの部分なんていうか皆さんご存知ですか？はい、そうですね、これ食道っていうんですね。その後に何とかっていう場所に行きます。なんていう場所でしょうか？はい、そうですね、胃ですね。その後どっかに行きます。これ皆さんどこに行くか知ってますか？はい、そうですね、これ腸ですね。小腸とか十二指腸とか答えてくれた方も正解です。まあ腸に行くわけですね。でこれ何やってるかっていうと、食べ物とか飲み物を通ってその後胃酸でバラバラに分解したりしてですね、すっごいバラバラになったものがこの腸の周りにある血管ですね、血管に溶けるようにしてるわけなんですね。この仕組みなんていうか皆さんご存知ですか？はい、そうですね、これ消化吸収って言うんですね。で吸収して、それでどうするかっていうと、この血管の中に食べた栄養がどんどん血液の中に入っていって、それが体中をどんどん巡っていって、それで人間の体の栄養になりますよと、そういう仕組みになってるわけなんです。さてちょっとコーヒーとかお酒を飲んでみましょうか。ゴク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 って飲むと、これ何が入るかっていうと、カフェインだったりとかアルコールだったりとか、こういう風に入っていって、ここに溶けていくわけなんですね。で溶けていったら体中に回って影響を与えるよという話になります。コーヒーとかお酒とか飲むとですね、心臓バクバクいく方向に行きます。この心臓がバクバクいったら、バクバク行き過ぎないようにするために誰かが動かなきゃいけません。誰が動かなきゃいけないでしょうか？はい、そうですね、こいつが入りすぎちゃったら今度はこっちが止めに行ったりとか頑張りすぎなきゃいけないですよね。ということでやっぱり自律神経に負担を与えているのがこの化学物質だったりすることもあるわけなんです。ちなみにですね、最近面白い論文もあってですね、この化学物質自体が神経に影響を与えるっていう論文もあったりします。この神経をですね、ちょっと絵に描くとまた分かりやすいんで、ちょっとそれも描かせてください。これが神経です。でこの神経細胞、これ1個神経細胞って言うんですけど、この神経細胞が何個も何十個も何十個も何百個も何千個も何万個もってあるのが、この実は脳みそっていうものだったり、指先に至るまでの神経だったりするわけですね。なので脳で見たらこれ体動かしてねみたいな、この運動神経だったり、例えば指が触れてああなるほどって感じ取って脳に伝えるとか、これも感覚神経っていう神経だったり、人間で実はいろんなところに神経っていうのがあるんですね。こことここなんかちょっと隙間空いてるじゃないですか。これがすっごいポイントなんですよ。電気でビリビリっていうのは実はここなんですけど、ここなんですけど、この間のところに実はピッ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 
化学物質が出てたりするわけなんですね。で、例えばうつ病とかであると、このピピピピピって出てきてるセロトニンっていう化学物質の量が少なくなってたりとかします。あとノルアドレナリンっていう量が少なくなってたりします。これも今神経の話してるのに、なんか化学物質の話出てきてるじゃないですか。なので実は神経も、化学物質も同じように人間の体で情報を伝え合っているっていう仕組みの一つに過ぎないんですね。これが医者の考え方とかになります。このニュアンス分かりますかね。このニュアンスが分かるようになると医学のレベルってすっごく上がるんですよ。なんかこういうのって教科書に書いてあるとか、なんか健康情報のブログに書いてあるとか、そういう話じゃないじゃないですか。この動画だからこそこの伝えられる、で絵描きながらだからこそこの伝えられる感じ、これなんか分かるよそれっていう方もなんか高評価のボタンを押してください。いい動画だなと思ったらチャンネル登録もお願いしますね。さらにもうプラスアルファの話しちゃっていいですか。これ神経さらにビリビリっていく、でこの化学物質の量だったりとかビリビリいくかどうかっていうのがすっごい大事だったりとかするので、人間がそこで走って逃げるのか近づくのか、例えば目の前にライオンがいて、おお面白いってこう近づくのか、うわライオンじゃん怖えって逃げるのかって、なんか動きが全部変わるじゃないですか。動きが全部変わる理由ここにあるんじゃねえかっていう人もいるんですよ。だからこの化学物質がイコール気分なんじゃねえか、これイコール感情なんじゃないかっていう人もいるんですよ。ちょっと面白くないですかここら辺という、まあまるで酒が入ってるかのようなお話ですけれども、さて自律神経に影響を与える飲み物第3位をやっていきたいと思います。自律神経が乱れる飲み物ワースト3位、インスタントラーメンの汁。自律神経が乱れる飲み物第3位はインスタントラーメンの汁です。インスタントラーメンの汁、僕含めて医者はですね 99% インスタントラーメンの汁、インジルは飲みません。なぜ自律神経に影響を与えるか皆さん分かりますか。これまでの話を思い出していただいて、このインジルがどうしてこの人間の体自律神経に影響を与えてしまうのか、しかもですよ、夜のインジルなんてもう最悪です。皆さんどうして影響を与えてしまうのか分かりますか。インスタントラーメンを食べます。そうするとこれ、口の中から入って食道行って胃に入ってそして腸に行くっていう話になります。まあ、バラバラに噛み砕いてバラバラにして、それで腸から吸収しやすくするよという話になります。ちなみにですね、このインスタントラーメンっていうもの自体がものすごく油分が多いです。油って実は消化するのすんごい大変なんですね。例えばこの胃酸でバン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 いろんなものを分解します。糖質、脂質、タンパク質、いろんなものを分解するんですけど、油が一番胃に残りやすいんですね。油ちょっと青で描きますよね、こうやってよいしょ。はい、イメージ湧くと思うんですけど、油ってどっかつくと落ちにくかったりヌルヌルしたりするじゃないですか。あれが人間の体の中に入って、これもうベチャーってこうくっついて、こういう感じのイメージです。この油がこういう風に入っていくと、これ分解するのすっごい大変なんで、胃も胃酸をすっごいたくさん出しますし、胃もめちゃくちゃ頑張ってこうやって動きますし、もうとにかく胃腸がめっちゃ頑張る感じなんですよ。さらにこれが流れていって、まあ、バラバラになってこれ血管の中にこうやって入っていくんですけど、もうとにかく油って分解するのめっちゃ大変なんですよ。さてここまで話が分かった方はもうイメージ湧いたと思います。胃腸に負担がかかる、内臓に負担がかかるとしたら、じゃあ誰が頑張んなきゃいけないの。胃腸をめちゃくちゃ動かす神経誰でしたっけ。はい、そうですね、これ自律神経でしたよね。この自律神経がめちゃくちゃ内臓を動かさなきゃいけなくなっちゃうから、やっぱり自律神経が乱れてしまうという話になるわけなんです。この図ですね、自律神経がこの内臓を動かしてるから、やっぱりインジル飲むと自律神経が負担がかかってしまうよという話になります。さて皆さん、あ、やべえやってたなって、ちょっとこういうの気をつけなきゃいけないなって思った方はですね、普段からね健康意識を高める意味でもチャンネル登録と高評価のボタンどうぞよろしくお願いします。でもう一個の理由ですね、この化学物質で話しました。インジルにはですね、やっぱり化学物質結構含まれています。なのでその化学物質が人間の体に影響を与えてしまったら、それを何とかするためにも自律神経がやっぱり頑張ってしまうということになります。他にもですね本当にいろんな理由があったりするんですけど、一旦ここら辺までにしておきましょう。話がどんどん長くなってしまいますんで、やっぱね夜のさカップラーメンって本当美味しいっすよね。さて、自律神経が乱れる飲み物第2位を発表します。自律神経が乱れる飲み物第2位、甘いジュース。自律神経が乱れる飲み物第2位は甘いジュースです。はい、ちょっと書いていきましょう。
甘じはですね、どうしても人間の体に影響を与えてしまいます。これどうしてかって皆さんすぐにパッと、説明できますか。これまでの話の中にも一応ヒントあるのでヒントを話すんですけど、これ人間の体でしたね。で、甘いジュースをゴクゴクゴクっと飲むとですね、これピューッと入っていって、でしかもジュースなので、どうしてもやっぱり糖分が多く含まれていたりとかします。で、糖分が多く含まれてるんですけど、バラバラにする必要が全然ないの分かりますか。ジュースってね、ごっくんって飲んだら、おいしょーって言ってもう一気に腸までいっちゃうわけなんですよ。で、そうしたらよいしょーって言ってそのままもうバラバラにする必要ないので、どんどん溶けていっちゃうんですね。そうすると血液中に何が増えてしまうか、皆さん分かりますか。はい、ありがとうございます。血液中にやっぱり糖分がすごくたくさん含まれてしまいますよね。血液中の糖分がどんどん含まれてしまう、血糖値が上がってしまう、まあそういうことになります。なりやすだって血糖値が上がると、そしたら血糖値を下げなきゃいけないねって言って、人間のある場所からあるホルモンが出てきます。皆さんご存知ですか。ちょっとハイレベルです。はい、そうですね、これ膵臓からインスリンっていうホルモンが出てくるんですね。このインスリンっていうホルモンもやっぱりこの化学物質の一つです。人間の体に影響を与えて血糖値を下げるというような形ですね。夜、例えば甘いジュースを飲んでしまったりとかすると、夜に膵臓が働いてしまって、それで夜に膵臓が出てきたインスリンというホルモンが夜に人間の体に影響を与えてしまって、そうすると頑張んなきゃいけなくなってしまうのが、本来だったら夜休むはずの自律神経に影響を与えてしまうというわけなんですね。夜だけじゃありません、昼間もやっぱり大変なんですね。人間の体っていい具合のバランスで絶妙にこうやって生きてるんですけど、その中で例えば、化学物質無駄に取りすぎてしまったりとか多すぎてしまったりとかすると、その分自律神経も影響を与えてしまうよというような話になります。なので医者はですね、甘いジュースとかもう絶対飲まないですね。もう、うん、楽しいですよね。あ、絶対カットっすよ。このあら、ウーバーイーツ来ちゃいました自律神経が乱れるもの第1位、冷たい飲み物。自律神経が乱れる飲み物第1位は冷たい飲み物ですね。爪のちゃんはですね、ものすごく自律神経に影響を与えてしまいます。これは何でか、もう皆さんパッと思いつくと思うんですよ。冷たい飲み物を飲んだら、もうこれ体の中から冷えてしまうと、もうほんとそれだけの話ですよね。そうすると、あ、じゃあ頑張んなきゃなって言ってまた自律神経が頑張ってしまって、まあ本当にそういう感じですね。なので、なんかちょっと自律神経乱れがちだなっていう人はですね、少しぬるま湯だったりとか、あったかめのお湯だったりとかですね、を普段からちょくちょく飲んだりとかすると、まあ寒い冬とかはですね、体が温まったりとかしてすごくいいと思いますし、冷たい飲み物普段から飲みすぎたなっていう方はですね、冷たい飲み物、爪のをね、飲んでないかどうかちょっと、チェックしてみてもらいたいと思います。ついこの間の話ですね、あのカフェでですね、僕は並んでたんですね。そしたら目の前の、ちょっと体がちょっと細めのお姉ちゃんがですね、ちょっとすっごい寒そうな感じにしてるんですよ。で、上着こうやって結構たくさん羽織って、店員さんに何頼んだかっつったら、なんとかフラペチーノの冷たいやつ、そういう感じで頼んでたんですよ。それ、こうやってパッと見るとですね、そもそもなんかコーヒーでもあり、なんか氷とかもたくさん砕いたやつが入ってるんで、これ冷たくもあり、なんかなんとかフラペチーノって多分甘いじゃないですか。あれもうなんかトップ3でこれすごいよって、こうブルブル震えてるぐらいだったらそれじゃない方がいいと思うよなんてちょっと思っちゃったりとかしたんですけど、なんかですね、やっぱり知らないとですね、無意識に自律神経を乱しに行ってたりとかすることあるんですね。飲み物をちょっとね、見直してみていただけたら、ちょっといろいろ変わるんじゃないかなと思って、そんな、目の前に立ってたお姉ちゃんが実は大切な話、あ、こっちか、大切な話ということで今日の動画終わりたいと思います。いい動画だなと思ったら、橋本おめえのこともものすごい信用してるぜって今回の動画で思っていただいた方、そうでない方、ぜひですね、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。この後はですね、おまけもあります。以上、ドクターハッシュでした。ありがとうございます。おまけまで見てくれてありがとうございます。皆さんですね、今日の動画どうでしたでしょうか。楽しんで見てもらえたら嬉しいなと思います。ちょっとだけ、お話なんですけど、今日の自律神経の話とかですね、動画でコメント欄に皆さんになんかそういうのちゃんと文字でまとめてくれるっていうのもいただいててですね、ぜひこのドクター走るとかね、薬の取説とか不調の見方とかめちゃくちゃ売れてますので、もうぜひ皆さんね、お手に取っていただきたいと思います。皆さんいつも見てくれてありがとうございます。過去の動画でもですね、自律神経食べ物とか自律神経なんとかって、ドクター走自律神経とか調べるとですね、いろんな動画出てきます。ぜひ皆さん検索ボックスからですね、いろいろちょっと書き込んで、調べてみてください。以上、ドクターハッシュでした。ありがとうございます。ありがとうね、いつも皆さん。バイバイ。